それしょうがないんで、まあ、この人が押したんだろうなと思う人をキックしますんで、はい。そういう感じです。質問ありますかね？なければ始めますよ。あ、二つほど質問いいですか？はい、どうぞ。はい。まず、ギフトへのお礼っていうのは NG でしょ？あ、そういうのはいいですよ。あんまり細かいことは言いませんので、はい。いいですよ。ありがとうございます。あと、最近。これあかんなと思ったら、はい、はい、どうでしょう。はい。あ、ごめんなさい。あと、最近バグで、試合始めた途端に、配送ボタンが押されて、配送できなくなるみたいな。それはバグっていう人もいるんですけど、僕は多分ね、紛れ込んでると思うんですよ。バグだと思います？私はバグだと思ってますが、その考えでしたら OK です。もしね、開幕直後に配送押されたら、もう押しちゃってください。はい。はい、もうその場合で、この人が押したんだろうなっていうか、分からなかったら、もう一回やりますんで。でも、狼引いて、もう嫌だっつって、押すのはやめてくださいよ。はい。分からないからっつってね。はい、じゃあ始めまーす。はーい。はい、はい、どうぞ。じゃあ、はーいって返事しただけです。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、村人です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。5番のプレイヤーが発言します。こんにちは、5番でございます。私からですね、ちょっと13人村で、結構私、いろいろ人狼ゲームやってるんですけど、ちょっと初めてなんですよね。人が集まったところ初めて見ました。なんかいろんな進行論皆さん言ってましたけど、占い師はね、出た方がいいんじゃないですかね。狼がそのまま見過ごす、行動を取るのかなと思ってますけど、にしろ確定生まれた方がいいと思ってますけどね。で、対抗で人狼もしくは狂人が出てきたら、まあそれもそれで、人外一人あぶれるんでね、私は占い師出るべきだと思ってますね。変に噛まれて乗っ取られたらもう信用していいかどうかわからないというところなんで、霊能者占い師共に出てほしいというところ、まあそれ言ってる時点で私ね、そういうのないと透かしてしまって潜伏する人には申し訳ないけど、出てほしいからこそこういう言葉です。頼みますよ。6番のプレイヤーが発言します。じゃあ自分の考え方というか、こんだけ人数多いと、本当みんな気になるところ3点ぐらいしか上げれる時間ないと思うんで、初週って。だから気になるところだけ上げて、誰が誰に何触れていないから怪しいとかそういうのはなしでいってほしいかな。怪しいところだけ触れてくださいと思っているから。わあ、12番接続切れ大丈夫かな。俺素直に俺5番釣りたいかなってトップバッターの5番さんには思ったかな。5番さんがそこで、飛躍を透かすことによって、潜伏している人全てに迷惑をかけていることから、5番を俺は強人と思って釣りたいかな。役すかしでしょ。5番強人と思って釣りたいかなぐらいかな。もうなんか、いや、潜伏っていう流れになったら5番って村りが全くないから、正直このまま12番帰ってこなかったら12番から釣ることになるっちゃうと思うけれど、現状トップバッターの5番さんにめちゃくちゃ俺は印象が悪いかなと思っています。以上。7番のプレイヤーが発言します。そうだね、13人村ね、初手の方で俺はすごく嬉しいです。はい、5番さん、6番、5番は飛躍を透かしていた、6番さんその5番大接戦者で、色落ちはないかなって感じですね。 CT なら6、5の順番で印象がいいかなって感じですね。はい、役まあいいや、ちょっとまあ12、あ、帰ってきたね、12番さん、お帰りってことで、ちょっと何話そうかな、マジで。久しぶりだから、ちょっと13人村。まあいいや、とりあえずね、
前の人の発言を拾って清掃してほしいなって感じですね。5、6、7、8、9までかな、ちょっとね、発言が伸びないです。2週目ちょっときついかなって思うんで、その人たちのためにも、発言を落としてってほしいなって思いました。はい、以上。8番のプレイヤーが発言します。そうですね。そうですね、今日はね、SGG の村人をするゲームじゃないのでね、アクロを釣りたいんですが、今日は5番でいいと思います。役がない人を釣る。はい。占い師じゃない人を釣ればいいんです。役伏せ進行する場合、占い師のを伏せる進行する場合に、現実論を取るしかないですね。はい。もちろん、グレー精査しながら、はい。グレー精査しながら、まあいいや、まあ役。まあ12番さん行ってもいいけど、まあこれ、なんか役あんのかな。ないんだったらしょうがないけど、行って、まあ、役があるなら、占い師とかだったらもう、配送でいいんじゃないかな。まあ、ただの須村か狼が狂人かだったら、はあ、まあ、そこはもう一番さんに任せます。が、基本はもう役がないという人にするべき。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。そうですね。いっぱいおるんで、中身もないのにダラダラ喋る人釣りたいなと思ってます。うん。いや、そんな発言いちいち聞かせんじゃねえよっていう人釣りたいと思います。うん。今んとこ5番っすかね、でも。略すかしたんで。6番さんいいですね。僕も5番さん強人かなと思いました。今んとこ5っすかね。今んとこ5だと思います。10番のプレイヤーが発言します。はい。はい。はい。まあ、5番さんって、なんだろう、確かに透かしたっていうのが、逆にその占い師として占い師には神市から外れるっていう役っていう線も別になくはないのかなとは思いましたけど、まあ、素直に考えたら5番さん釣りではいいんですが、今8番さんも12番さんに触れたことから、占いじゃないことって透けたじゃないですか。そこは9番さん殴らないんですか。8番さんっていうのは12番さんが、これ占いだったら、みたいな話をしてたんですよ。まあ、これちょっとまあ、配送するかどうかの話だったんで、あれ、まあ、スッと出ちゃったのかもしれないけど、8番さんが占いじゃないことも透けてるんですよ。っていうのに突っ込みしなかった9番さんっていうのも印象が悪いです。7番さんっていうのはなんか発言みんな伸ばした方が実用的な発言してたのに、7番さんの自体の考察っていうのはあんまりなかったかな。だから6番さんが一番、この中だったら印象いいかな。11番のプレイヤーが発言します。はい。村人陣営です。特に仕様ありませんってとこで、5、6、7番さんは別に、なんともっていうか、色落ちしないけども、8番さんが12番さんを釣りをしてきたってとこね。一瞬、あれだよね。一瞬、接続切れになっただけで、釣りをすって。ちょっと黒いかなと思ったね。と思った。色見えてんだなって思ったな。でね、ちょっとごめんなさい。9番さんはね、ちょっと聞けてなかったです。ごめんなさい。で、10番さん前でね、9番さんのことを叩いてたなってとこなんですけど、ごめんなさい。私ちょっと9番さん聞けてなかったので、すいませんってとこで、今の時点では8番さんが一番。12番のプレイヤーが発言します。村人でしたけど、さっき携帯 100% やってんけど、今充電しっぱなしねんけど、一気に 5% ねんって切れる可能性あるんで、どっちでもいいですね。ホストに任せます。まあ、頑張って充電してますけど。12は村です。人狼じゃないよ。普通の村人で別に釣ってもいいですよ。完璧に村なんで。はい、おはようございます。13です。よろしくお願いします。村陣営で特に仕様とはありません。100、
チャットはよくわかんないけど、まあ無視するわ。12番さんの印象もかなり悪いよね。俺印象悪い順で言ったら5、あ、違う、12、5、7かな。7番さんは結局何言いたいのかわかんなかったっていうね。あと11の8叩きは俺は不当だと思ってる。8番さんっていうのは別に、色は見えてるわけでも、まあ色見えてるかもしんないけど、その、12がずっと切れだったら釣るって言っただけだから、その叩きは不当だと思ったかな。うん、キューバさん気になったのは発言短かったこと。これってさ、俺ちょっと13人ぐらい久しぶりだからどういう進行が強いのか知らないけど、5番さんの位置で、出てくる人はチャット出てくるっていう進行ってどうなんでしょうって思いますけど、13番、あ、13じゃない、5番さんの位置2周目でチャットで出てくる。一斉に。4番さん区切りでちょっと待って。1番のプレイヤーが発言します。はい。とりあえず、配送ボタンを押してみるんですけども、別にこれいけるんじゃないかと思う人は、続行で、これもやめた方がいいよと、10人危ないよと思うんだったら、終わらせてもらって、はい。で、僕の発言の終わりに言いますんでね。で、あとは、まあ、僕が、怪しいなと思う感じで、考え方としては、陣が4人だから、4人で PP するためには8人でしょ。8人になるまでは間違えてもいいってことなんで、2連続間違えても2人ずつ減っていって9人だから、2連続村つってもなんとかなるなっていうのがあるんでね。まあ、だから10人が村かどうか知りませんが、まあ10人いってもいいし、4も怪しいな。大丈夫かな。まあ、とりあえずね、まあそんな感じで、だから、2連続間違えてもいいんだなっていうことを思いながらね、一周回ってくるのを待ってました。うん。はい。じゃあ、配送をしますんで、どっちでもいいですけど、はい、押してください。どっちでもね。終わった場合は10人キックしてゲームします。はい。2番のプレイヤーが発言します。今ね、投票結果中なんで、ちょっと待ってね、私の発言。ね、キャンセルが多いね。で、このまま行こうと思ってる。で、12番さんね、まあ、4番さんね、結構私やってるから、まあ、帰ってくるのを信じてる。で、12番さんも、ちょっと本当かなり印象が悪い。うん、みんなこんな時間使ってるんだからさ、私今日12番さんからでいいと思ってるよ。で、11番さんが、10は9を叩いてたって言うんだけれども、10番さん、9番さん叩いてないんだよね。10番さんっていうのは、8番さんが、占いじゃないのも透けてるけれども、6番さん、印象よしって、だった気がするんだよな。うん、そこだけ。で、一番私、印象がいいなと思ったのは、9番さんね、中身がないやつの発言は、黒と見るっていうか、なんかもうどうでもいいみたいな感じ、そこが良かったなと思ってる。この位置だからすごくね、まとめの難しいんだけれども、今5番さんが釣り位置に上がってんだったら、5番さん、役があんだったらセミで出すべきだと思って、私は今日。3番のプレイヤーが発言します。おはようございます。村人陣、シオリアス、占い師です。12番さん白、12番さん白ね。というところで、今のところグレーで出ているので、怪しいと思っているのは、そうね、7級かな。5番さんの進行論って特段黒かったかってところで、いきなりそこで釣りたいって言ったのが、6番さんがおかしくて、そこに共感してる7番さん。あと、6番さんって発言少なすぎやしませんでしたか？皆さんそこ気にならなかったんでしょうかっていうところなんですけどね。うん。なんで、釣り値7級で上げときます。この後、4番さん持ってきましたね。この後太鼓出るか出ないか分かんないんですけど、とりあえず12番さん師匠ですね。はい。よかったよかった。はい。ねえ、もうね、占い師というね、重責をね、13人分で背負ってしまったんでね、大変ですよ。というところだけかな。じゃあましょう。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。村人陣営です。なになに？ 3 占いで12しろ？わかんねえけど。あ、はいはいはい。13番さんの発言の途中でね、アプリがね、ガンと落っこっちゃってね、123の発言聞けてません。でね、それまでの中でね、ちょっと俺珍しくメモ取りながらやってんだけど、5番さん釣りをしてんのが6、8、9なのかな。うん。なのでね、印象いいって言ってる人も、6番さん関してね、印象いいって言ってる人もいるんだけど、この村、狼が3人いるんでね、俺、6、8、9でね、同じ陣営なんじゃねえかなっていうのは安直に思ってしまった。ただし、まあ、それはね、まだもう一回発言あるんで、なんとも言えないんだけど、
あの村はね、わかんないでね。人狼ね。5番のプレイヤーが発言します。こんにちは。6番が占い師ね。あ、ごめんごめん。あ、やっちゃダメなんだ。ごめんごめん。6番と3番ね。いいじゃないですか。ちゃんと思い通りにちゃんと皆さん出たじゃない。なんかね、役匂わせを残したい感情って何なんだろう。あの逆にね、占い師、霊能者じゃないっていう風にね、透かしてる人間いっぱいいたと思うけど、なんで俺だけが釣り位置になるんだ、ちょっとイライラしてたんだけどね。13番すら同じこと言ってなかった？結局セミで出りゃいいじゃんって言って、俺と言ってること一緒だよ。結果、2周目に出るのか出ないのかだけの話じゃない。いや、6番、本当もう投票したかったんだけどな。6が一応13に白っていうところだから。13に白してるから、うん。7番は確かに、あの、色が落ちてないっていうところ。で、8番と9番か。13番もおかしいなと思ったんだよな。12でいいやっていう感情がよくわかんない。村を釣る村なのか、ここはって。役匂わせを残して、村というふうにね、村っていうやつと、非役、占い師と霊能者じゃないっていうやつを鶴村っていうのはよくわかんないな。まあ、一番の言うようにね、なんだ、あの、二回、村釣れるチャンスがあるから、一旦は役保護しましょうっていう観点ならわかるけど。いやー、どうしようかな。7、時点で8。いや、9、10、11の発言忘れたわ。覚えてないな。2周目やでって何？何が2周目？よくわかんない。何が2周目？6番のプレイヤーが発言します。あ、いや、5番さん違う。それ5番さんじゃなくて、3番さんにアンサーしただっけ。そう、5番から2周目スタートしてるから。どうするこれ。12、俺は釣れるんだったらありがたいけれどね。ただ、3が、この、太鼓の3番が、12に白を指してるでしょ？そう、あ、いえ。ね、ワンチャンだよ。三強陣で12白で、グレーの狼に縄届きにくそうです。12番が充電器、ガミ、やめるか、この考察。メタ考察になるわ、やめるわ。うん、メタ考察になるからいいや。まあ、12の、つるつらないは、この後の発言聞いて考えるわ。だから5番さんが俺はやっぱりめちゃくちゃ印象悪いんだよな。だってトップバッターでそれを言うことによって、俺って初日潜伏したかったんだよ、占いだから。占い結果2つ残して、1日でも多く生存していたかったわけさ、俺は占い師だからね。だから俺グレーから釣るなら俺5番から落としてるけどな、めちゃくちゃ。ただ、俺7番も気になるよ。だって7番って、だって5、6で割とバチバチやり合う姿勢見せてるのに対して精査を落としていないし、どうだろうね。まあ俺グレー詰めんだったら5時点でどこ行こうかしら。人数多いかんな。全員の発言覚えてらんねえ。俺9は釣りたくねえな。9釣りたくねえってめちゃくちゃ思ってるよ。5時点で、割と俺8は占いないの透かしたけれど、占いないの以外は透かしてないからね。わからんから、ちょっと時点は考えるわ。7番のプレイヤーが発言します。俺この位置で俺そんな怪しかったから3人目だよね。あ、そうだな、一皿ねえじゃん。一皿ないよ、話すことなんて。で、6番っていうのは俺のこと怪しいっといて5時点7じゃないの、普通はね。そこはどうなのかなと思っちゃったよ。で、両占い師が俺のことを釣りたいって言ってるんだけど、それはもう俺ハククロつことかな。まあいいや、そこは。気になった発言をして、まあちょっと12番は村人だからって気になったね、ちょっと。まあそこに3が白を出してるから無理でしょ。で、8番は SG じゃなくハクロを釣りたいと言ってたね。9番は発言短かったけど、まっとうだったから。圧倒的って言葉が似合うんじゃないかな。はい。いや、俺ちょっとね、2周目聞きたいなって思ったのが、まあ、8番、9番もそうだけど、あと11番も話聞きたいなって感じで、ちょっとツリーちゃん上げれないんだけど、残り9、9人もいるからね。あ、7人か。8人だね。違う。6人、6人ぐらいか。ちょっと話聞きたいなと思います。すいませんね。みんな、
5番も降りたいって言ってんのか。俺覚悟じゃねえかい、この野郎。8番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。今日は5番さんいきます。役を出ろなんていう人は、ラじゃないと思います。考えだと思います。点で4番。考え方が、もう全く合わないです。うん。潜伏した6番が死ん。3番の方が何者かの人外だと思います。狂人か狼か。3番の死んは切ってます。6番の方の動きこそ、死んでしょう。死んだからこそ5番を叩いたんでしょう。潜伏したかったから。ただし12番は村でしょう。5番を釣ります。うん。その考えはもう人外だと思います、僕は。で、それに乗った4番かな。あとは11番さんか、10番さんに乗って、10番、13番さんもしてきたけど、俺がなぜその悪意がある感じになるんだろう、色が見えてる感じになるんだろうっていうのが不思議。11、4、5ってどこかな。では5番さん。人外ぐらいしかいないですよ。役を出させようとするのは。まともな村メンバーなら役伏せていいんです。はい。そうですね。うん。なので、5番さんいきます。7、8でしたっけが、うん、精査に上げてるのは、他はどこにあるんだろうっていう。うん。他は聞こえてないのかなと思って。12が村だろうだけは合ってるけど、うん。やっぱり、役出し進行するのは、役持ちにとって迷惑だと思います。5番さん釣ります。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。とりあえず3強ロックしてます。私、占い精査の時絶対3行くと思います。新占い師が1日目に、いっぱい考えたけど、新占い師が1日目に考えるメリットは皆無だと思っているから、3番を私はね、今日は6番さん前回って俺3釣っとったのにっていう感じかな。うん。で、ね、5番さんも言わずもかな。あのね、釣り打ちに上げられて怒るっていうのはもう人外かなと。村なら勝ち取れよ、真をっていう感じかな。で、次10番さんかな。この圧倒的真である私を釣りに来たっていう感じ。8番別に全然役を透かしてないと思ったけどね。うん、悪いけど俺一生釣られないと思うよ、10番さん。釣れるもんなら釣ってみろ。うん、俺噛まれるしかねえからっていう感じかな。だから10上げとこうか。10と5にしよう。やっぱやめた。5時点10じゃなくて10時点5にします。10番。のプレイヤーが発言します。はい、どこから来るのその9番さんの自信は。8は役透かしてないと思うけどなって透かしたじゃん。だから占い12が接続切れた時に12が占いだったら終わりだねみたいな話してたから占いじゃないこと透けてんだ。ちょっとあの話をよく聞こうよって話ですね。で10時点でございます。あ、じゃあどうぞ投票どうぞ。10に9番さんは、まあ、かといって9番さんは別に黒いとは別に思ってないけど、ただ圧倒的村でしょって言うけど、9番さんが言ったことって、なんかその辺でゴズリでしょ、訳すかしたゴズリでしょ。いや、まあそれはみんなと一緒。あと、余計なこと言わなくてよくないって言ったぐらいだから、別にそこって圧倒的村じゃなくない？村要素じゃなくない？ 5 番さん釣りでいいよ、別に。ただやっぱ両占い師から結局釣りたいって言われてるけど、とか3番さんに関しては狂人っていうのは、まあ目線は、まあそれは9番さんと一緒。ただ12番さん釣りになろう、流れになってたから出たんじゃないっていう感じしたし。で、7番さんに関しては、結局2周目、なんかその、両占い師からヘイト向かってるけど、何が言いたいのかが分かんなかった。8番さんに関しては、なんかすごい、なんか12番さん村置きする理由は分かんないけど、なんか、あとは普通だったかなって感じしました。で、あと4番さんもなんかちょっと、ん？と思ったのが、5番さんを釣りをしてるのがちょっとごめんなさい。そこはなんか6から9の中でどこどこどこを上げたのかちょっと忘れましたけど、そこが同時、なんか同時にもあるんじゃないかみたいな、その精査めちゃくちゃ雑だなと思いましたね。ちょっとあの、自分よりあの、左側の話あんまできないですけど、ちょっと右側が黒いかなと思ってます。11番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございますってとこでね。占い師だったら、私も3番さん、人狼か狂人か分かんないですけど、偽かなーって思うね。うん。12番さんね、辛いそうになってるから、囲いに来たのかなっていうふうには見えてます。はい。ってとこで、うん、8番さんはね、なんだね、12番が村で、4号ローで見てんでしょ？ 8 番さん。そのね、ロックしちゃってるとこがね、もう
黒要素だと思うんだよね、私。うん、色見えてるんじゃないって思うんだけど。で、村釣りに来てんじゃないのって思うんだけどね。私は8番さん行きたいけど。そうかな、私だけかな、沼って。いっぱいいるからね、全員覚えきれないんですけど、全員覚えきれないんだけど、8番さんは色が見えてると思うんだ。そういうふうに感じるのは私だけでしょうか。私は8番さんに行きます。12番のプレイヤーが発言します。あ、とりあえず電池持ったか。なんか汗なんだ。電池荒いから消えるかもしれんし、それご了承くださいね。直感で行くね。12番は間違いなく村ですね、村。今んとこ、直感言うね。直感で言う怪しいのは、2、4、7、8、9、10。その中に3人のね。2番、4番、6番、8、9、10かな。そこ、その5人かな。これ、釣れば勝てる。直感ね。はい、2周目ですね。俺も12万さん村でも釣りたいなと思っちゃったけど、正直。まあ、白出し位置だから、釣らないけど、釣りたいなと思っちゃったな。俺は、5時点で11ってとこかな。11番さんのその、8の発言って、まあ、透かしてることは透かしてるけど、そこまで釣り位置に上げる要素かって思うんだけどな、1周目からね。で、11万さん結局、村だったとしても、最後の方、黒塗りされて跳ね返せなさそうかなって思っちゃった。そういう意味では5時点で11と言っておきます。まあ、占いについても、俺は、まあ、現状6番さんの方が新名ややあるのかなと思ったな。3の強人名か。まあ、32がローローで囲うっていうのは薄いんだろうなと思ってるけど。どうなんだろうな。やや6番さん新名かなと言っておきます。5時点で11。1番のプレイヤーが発言します。はい。そうですね。僕も3が強人で、12が狼でも、12が村でも、12に白出しておいて、12が生きてることが自分にとって有利になると思ってるっていう人かなっていうふうには思いましたけどね。死んだったらそのまま言うてると。死んだったらそのまま言うてるってこともあるのかな。死んだったら言わないと、12が釣られるから黙ってましたっていう、そういうことかな。それもあるんかな。まあ、ちょっとわからないんですけど、まあ、どっか入れて、まあ、ベストは、まあ、適当にね、釣り位置も言わないまま、あんま、だから後半の方で、例えば僕がどっかって言わないまま入れて、で、そこが黒だったら、釣れてね、入れたとこが釣れて黒だったら、その人白にするっていう考え方でいきゃいいのかなと思ってますけどね。だから、初日にいた人も白を釣りたいですね。白が釣れて、白に入れた人はもう白にして、で白に入れなかった人は占ってっていう感じで動けばいいんじゃないですか。ただ、3が強人だった時は、まあ、3でも6でもどっちかは噛まれるでしょうね。占い師が強人だったらね。はい。まあ、どっかにね、どこかに入れます。2番のプレイヤーが発言します。どこかに入れますって言っときながら、1番さんなんか釣り位置上げない人は黒いって言っときながら、自分はどこかに入れますなの。それ1番さんちょっとどうなんだろうと思った、怪しいなと思っちゃった。で、正直3番さんのシーンは落ちるよね、12番さんのせいでね。でもさ、3番さん今日で見てる人多いけれども、12と3囲いに来たっていう人も多いけれども、正直3番さんが死んだったらランダム白で12刺さってるから、もう潜伏したかったけど出たのかなと思ってる。ちゃんとね、出てきたのかなと思っている。で、6番さんに関して、36精査ちょっとつけていきたいと思います。6番さんに関しては5の飛躍すかしで強人として釣りたいって言っているんだけれども、じゃあ6番さん目線っていうのは 5強だったら3浪ってことなのかな。5の強目ってあったのかなと思う。結構かなりヘイトが向かってたんだけれどもね。正直トップバッターだから色なんてつけれないし、こんなにヘイト向くから5はじゃないのかなと思ってる。でも12番さんのね、2、4、7、8、9、10が分かんない、5を抜かしたのが分かんないけれどもね。で、私一番気になったのは7番さん、7時点で1ね。7番さんっていうのは前の人の話を拾って1周目言ってたのに、あまり5、6、それから 2巡目の、後半1、例えば10、11、12、13、13、1、2、
3,4 まで全くもって拾ってないんだよね。7番さんが私一番ふわふわしてるで、7時点で1年、1番さんっていうのは、釣り位置上げなかった人を黒く見るみたいなことを言ってたのに、現時点で1番さんっていうのは上げてないよね。一応、逆ケアのために、2人出しときました。7時点で1。で、正直、10番さん。3番のプレイヤーが発言します。はい、2週目よろしくお願いします。なんか私2戦目とか強靭とか言われてますけど、乱視で潜伏する意味って何なんでしょうかね。そこがまずわかんないんだけど、6番さんなんで潜伏したんですか？適当に13に白打ったんですかね。そこは全くわかんないんですけど、乱射で潜伏する意味ない。だって、村のさ、考察一瞬無駄にしてんだよ、あなた。ね。このさ、13人村でさ、破綻とかあると思ってんのって思っちゃったんですけど。別に私普通に新占いだから占い出てきましたよっていうところで、順位で黒く見られてるのはすごいよくわかる。私だって村人で順位に白出てなかった。順位釣りたいもん、普通に。グレハは広すぎでしょ。手差つかなすぎ、手差つかなすぎでしょって思いますもんね。はい。でも相当やる気なくしてるんですけど、ちょっと2番さんが結構的確にね、おっしゃっていただいて、そこは救われたかなって思ってます。私、釣りたい位置9時点で1ですね。9番さんの発言については、1周目で触れました。きちんと喋ってるように中身が全くない、精査がないっていうところですかね。で、7番さん、7級を釣り地で入れてたんですけど、7番さん両占い師から教わってるとこか、今のところないかなと思ってます。で、1番さんっていうのは、もう内容がないんですよね。精査ないし、釣り地も言わないしっていうところで、9時点で1上げあります。以上です。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。ちょっと時間が足りるか分かんないんだけど、まず8番さんね、考え方が違うっていうところで、俺を釣りをしてきたとこね。俺が初週で言ったのは、6、8、9がね、5を釣りをしてることから、同陣営じゃないかっていう発言を残している。それで、10番さんも俺に対して突っ込んできたけど、右側っていうことは5、6、7。10番さんから見て、そうだよね。右側っていうことは5、6、7、8、9でしょ。で、それを俺が雑に殴ったと言いつつ、なんかね、よくわかんなかったんだよね、俺10番さんの発言がね。で、1番さんに関しても、初週聞けてなかったけど、2週目でね、でまあ、初週はあれかな、釣り位置上げるとかなんとかって言ってたのかな、わかんないけど、まあ2週目はね、結局その位置で釣り位置を上げていないっていうところ。で、まあ、占いの精査についてはね、その潜伏するしないっていう話は、まあ、おのおのの考え方もあるし、まあ、6番さんはね、5番さんに対してかなりお怒りのようですけど、まあ、噛まれないために潜伏するっていう考え方もわかるし、新占いだからね、一周目、その考え方もわかる、今言ったのね。で、まあ、釣り位置としては、どうすっかな、10、時点で8、その次で1、3点あげたいと思います。こんなもんかな。あとは、12番さんに関しては、そう、だから8は村だからって、村って言ってるから村なのって感じ。そしたら、じゃあ村人陣営ですって言ってる人はみんな村になりますよっていうとこ。はい。全プレイヤーの発言が終了しました。これからと、その疑いにはどんな根拠があるのかな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、1番、1番の遺言を発表してください。はい。まあ、僕、村なんですけど、ニートさんがね、ガーって僕をちょっとプリッチの上げた状態で話してるとこに、後からね、まあ、3はそのまま入れてんのか。だから3がちょっと怪しいな。まあ、で、僕に入れてる人を怪しい、白がちゃんとね、明日霊能が一人確定で、霊能が一人だったら、僕に入れてる人から釣りゃいいと思いますよ。僕に入れてる人を、特に6が、6が占った方がいいかな。だから3は別にして、11と13。
13は誰から白が出てたんかな。13に、あ、6が白が出てるから、13はいいや。じゃあ11だな。ん、うん、11が外からね。だから僕2がちょっと怪しいなと思ってたんで、2と3の発言、2と3が人外だった場合は、2と3の人外の話、まあ、どっちか知らないけど、2人とも人外だったら人外で。でそこの話聞いて、僕にね、後から、その人外に合わすために、味方の人外に合わすために僕に掘り込んできたっていう。だから後半で釣り位置上げてたのってこの二人でしょ。二三ぐらいですよね。確かね。うん。そこに合わしてきてるってことは、まあ、人外がたまたま二三が村でも、人外釣れるわと。まあ、仲間釣らずに僕釣れるわと思って入れてきたか、そういう感じで。だから、すこぶる怪しくなるのが11ですかね。今日でね。うん。ん ?6 と 9?ん ?6 と9は、6は1で、6は1で、9は1。あれ ?1? なんか僕5票入って。夜が更けました。人狼に気をつけてください。が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。6が11白、6が11白、2番霊能の1白、1白か。俺2番さんが1たた結構たつついてたのを、あ、確かにそうだなと思って入れたんだけど、1白か。3が9白。3が9白。ちょっと占い師さんについては、占い師についてはしっかり発言してほしいかなと思いますね。俺12、13だったら俺噛まれるのかなと思ってたけど。9白。5番誰も占ってないんだね。なるほどね。まだグレー、まだグレー、あ、そっか、1が白だから、まだグレーから行っていいんかな。まだグレーから行っていいんかな。ちょっと待ってね。2番、てか、霊能対抗いないですか ?2 番さん確定でいいですか、そこだけ。2番のプレイヤーが発言します。6、3で1人外出てんで、私の対抗いたらもう1人外出るから、A、出てきてください。待ちます。10秒待ちます。9、8、7、6、何秒かわかんない。1白でしたね。対抗出ないんで、後から出てきても、その一つ先に釣ってください、本当に。釣り位置に上がって出てくるのはもう、人外です。で、13、3、11か。13、3、11。13、10、ん?ごめん。ごめんなさいね、これ。6番さんっていうのはどこ入れてんのかな?途中で切れてるからわかんないんだよね。投票記録見てんですけれども、で、13、3、11、あ、11に入れてんのね。ん ?6 番さん、ごめん、なんか分かりにくい、これ。いやー、ちょっとなんで、11番さんはなんで1番さんに入れたのか気になるな。いや、ここまで5番さんにヘイトが集まってる中で、10と8は、まあ、そうだよね、10と8はね、明らか5番さんに入れるって言ってたもんね、5は怪しいって言ってたよね。で、ここ11番さんがすごく気になったな。11番さん、8番さんをしてなかったっけ ?8 番さん時点で何番とか言ってたのに、なんで1番に変わったのかすごく気になってる。今のところ11がちょっと黒いなぁと思っておりますね。で、10と9か、10と9殴り合ってたんだけれども、そこライン切りもあんのかなと思った、正直。だって10も9もどこに入れてんの?これすいません、見にくい。私今日11から行きますよ。3番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いいたします。昨日ね、9と11どっちに入れようかすごい迷ったんですよ。すごい迷ったんですけど、11が1投票してて、1ってほとんどなんだろうな、次元精査の中身はなかったんで、黒硬いかなと思って、
ちょっとね、迷ったんですけど、ちょっと怪しいなと思ったので、9に占いしました。そしたら白でした。ごめんなさい。1周目も2周目も黒塗りしてごめんなさいっていうとこですかね。うん。で、今日12が変わってますけど、これで私の白正面になりますかね？ならないよねっていう感じかな。どうしようか。1白か。ごめんね。本当にっていうところなんだけど、私5番さん、なんでそんなに叩かれてるのか、未だにわかんないんだけど。うん。6も叩いたし、7も便乗だし、8もついでに叩いてたよね。進行論だよ。だってさ、だから私別に占い師じゃないかなと思ってるんですよ。7は昨日ね、両占い師から指定されてたから外したんですけど、全然占い師とか怪しい師とか。どうかなぁ。太鼓も強で出てんのか、ローで出てんのかわからない。けど潜伏でしょ？多分、銀狼が待ってたんじゃない？強だと思うけど。4番のプレイヤーが発言します。はい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 。はいはいはい。なんかね、投票固まってできなかった。申し訳ない。はい。あのね、10人入れるつもりでした。で、まあね、展開的に9と10がね、やり合ってんだけど、10番さんっていうのは、まあ5人入れるって言ってたか、言ってた通りなんだけどね、そこ、ちょっと、まあでもいいのか。で、8も5か。で、12が噛まれてんのか。12は噛まれてる。まあ村ね。どうだろうな。まあ一番さ、まあ白だったっていうことだよね。まあでも、これ狂人の位置もわかんねえな。はっきり言って。これはもう一回グレーで行くのかな？どうするのかな？占いで行くのかな？ってとこなんだけど。俺はね、あ、ちょっとせっかしよう。全然中身が出さねえな。申し訳ない。あ、初週はね、10時点で8だったけど、ちょっと変わったね。8時点で10になったね。その理由は、やっぱ投票先だね。はい。で、5、8。でしょ？あ、でも80が、だから5に行ってるから、80がやっぱ同陣営なのかな。10番さんもね、その同陣営で雑に殴ってるねっていうのは突っ込んできてるしね。あ、やっぱ10にしよう。10時点で8。はい。5番のプレイヤーが発言します。です。まあ4番さんが序盤ね、なんかなんか傍観気味な会話してるなと思ったけど、投票する位置が私とちょっとリンクしたんでね、ちょっと4番さんいいかなと思いました。俺も80どっちか釣りたいなと思って。いやちょっとね、36の精査でね、6の発言まだ次聞いてないけど、3番ちょっとね、あまりにもどうでもいい話多すぎない？ちょっと芯切ろうかなと思ったけど、3番。占い師であればもうちょっとね、なんていうのかな、危機感を覚えて会話するはずだと思うんだけど、ちょっとチューブラリンな話が多すぎる。俺の話でもういいんじゃないの？投票で俺は生き残ったっていうところで、別にそこの話もうする必要ないと思うんだけど、そういうところでちょっと3番の芯がちょっと切れたかなと思ってる。発言でね。で、昨日の投票、まあ明らかに俺はもう釣られると思ってたんだけど、6、8、9、10が俺に投票する。まあ9は時点で俺になってたんだけど、で、11から始まって投票が割れてる中で、ああ、釣られるな、狼票入るんだなと思ったんだけど、あの中で8、9、10が、7も含めてか、7、8、9、10が釣り位置だった。俺筆頭にね。その中で投票を変えずに投票してる80っていうのはやっぱりね、保身を見てるところがあると。役なのかもしれないけど、俺は人狼目高いと思ってるよ。で、7番と9番は、自分が釣られる可能性があって5に投票を合わせないっていうところで村っぽく見てる。俺8いくよ。6番のプレイヤーが発言します。俺が昨日まず11番に投票して11番占った理由としては、俺はね、割と8いいなと思ってたんだよ。8の視点で、
俺のシーンを見ていてくれた、かつ、そう、まあ確かに8は占いないのは透かしたけれど、まあ、別にそれがなんか発言から狼要素って俺正直取れなかったんだよね。なんなら俺、ごめん、透かしちゃったら申し訳ないけど、8番役かなって思ってたからね、昨日は。だから、そこに疑いを向けたい11が俺実質めちゃくちゃ黒く見えて、いつまでもその、自分の便乗位置だった11番って思ったかな。だから占ったけどごめんなさい、白だった。申し訳ない。で、5番より比べて、11の方が黒く映っちゃったんだよね、と思ったかな。5番か。この時点で5番が、3の芯切るって言ってくれるのはめちゃくちゃ俺は実践で嬉しいかなと思っているかな。今日冷たい位置か。俺はね、太鼓の3番が9に白を出してるけれど、9って圧倒的白だと思っているから、だから、3番は9の白に、てか、狼をか、ん?3番が強靭だったとして9占うのか?三強の視点であれば、狼っぽいところ囲いに行きたいと思うから、三の占い値って7、8、10とかその辺かなと思ったんだけど、9占うんだ。ちょっと待って。俺の今日の釣り位置としては、この後考えるけど、5は外したいかな。7番のプレイヤーが発言します。はいはい、すいませんすいません。ちょっと、仕事で、バタバタしてて。何もできなかったですね。東京もできなかった。申し訳ございません。ちょっとね、仕事で忙しくて。はい、すいません。ね、そうだな。今日はどうしよっか。待って、1が白の、3が9に白。9に白で、6番が11白。オッケーオッケーオッケー。そうだな。俺昨日釣りたかったのは、うん、俺11番だった。11番だったから、言うね、なんか、俺のこと、まあ、俺が別に単体でふわふわしてたのはしょうがないんだけど、発言が全然よくわかんなかったのか、聞いてて。11番入れとったらちょっと時間がなくて、すいません。そうだな、今日はどうすんのかなって感じですね。ちょっと考察全然聞いてなかったんで、話聞きながらしたいと思います。すいません。8番のプレイヤーが発言します。ちょっとゲーム性の問題で言うと7番になるけど、5番と4番、うん、らしいよね。4番だったらもしかすれば9番とリンクしてるかも。10番をなぜ釣るのか意味がわかんないんだけど、9番は感情面だけど4番は意味わかんないんだけど、18の順番が全くもって意味がわからないっていう。あと5番、80役かもしれないけど釣る、うん、じゃあ人外じゃ、役透かしはするわ、役かもしれない人を釣る、役じゃない可能性がある4、7を釣り寄せばいいんじゃないの?うん。5番、でこれはいいと思うよ。または4番。10番の何が黒いの?うん。意味がわかんないんだけど、18の順番。80の順番とかわかるけど、本来、うん、1とか7とか釣りたかったよ。やっぱり5番がおかしい。5、4がおかしいんだよ、俺目線。本当にいいんだろうかね、7番をこう SC です。わかんない。もう3の10を切ってるから9。9も怪しいよな。なんで4、9が10を押すの?意味がわかんないんだけど。うん、4番の方は感情的じゃない分意味がわかんないんだけど。5、4の考えに合わないんだ。役をどうしてスタフォローする?ってことはもう5、4役ないんでしょ?だったら5でいいじゃん。4でいいじゃん。なんで役ある、可能性がある人のところに行くの ?5 番は。4番は。だって二人の考えだったら役出るんでしょ?じゃあ5、4役ないんだから5、4でいいじゃん。9番のプレイヤーが発言します。3番さんってさ、6を強靭で置いてるって言ったよね。だったら別に7行ってもよかったんじゃないの?強靭ってこれ強信者じゃないから人狼の位置わからないんだよ。うん、3が6を人狼と置いて両占い師から、釣られてる7を外すっていうのも分かるんだけど、6を強靭に置いてて、色の分からない強靭さも指定してるから7を外すっていうのが全然分からないかなと私は思った。で、私今日10番やっぱ一本指定でいいかなと思っている。うん。8っていうのはやっぱりね、役を透かしてないと思うんだよ、俺。占い師じゃないのは分かったっていう発言は聞いてたよ。
それは8自身が占い師だからっていう可能性もあるから、それを透かしに行く必要って全くないと思うんだよね。うん。いや、8は俺、村だとは思ってないよ。うん、村確定とは思ってないけど、やっぱ10がね、その捉え方が人外すぎるかなと思っている。俺今日11本でいいかなと思って。だって5番さん言っとくけど、俺5筆頭じゃなくて10時点5で上げてるからね。まあ今日も10いっけどね。まあこれ占い噛まれなくなかった、なったからよかったんじゃない ?10 番のプレイヤーが発言します。9番さん、国語の成績大丈夫かな？だったら5番さんも役ないことつかして、ただそれ初日の紙1外れただけ、外れたかった占い師かもしれないじゃんっていうのを自分フォロー入れるんで、5番さんに対しては。初順で。ただ8番さんに関しては占い師じゃないってことったらすかしてるじゃん。ただそれは、それを同じ理由で、10と同じ理由でそんな感じでフォロー入れてるってこと、9番さん。なんか9番さんは多分国語の勉強をもうちょっとした方がいいのかなっていう印象で、別にそれなんか銃釣りをしてるのがのもうなんかただのいきりな感じに聞こえるから、別にそれが9番さんが黒なのかどうかわかんないけど、だったら自分4、5番さん、5番さんはなんか結局わかんないけど、4番さんの銃叩きって本当に謎すぎて、なんかその同陣営同陣営みたいな、なんかその789って言ってたのかな。なんかそこが同陣営っていうのが雑すぎないっていうことを言っただけだし、で、なんだろう。じゃあ10と4、村目線って多分10と4どっちも黒いって見えてるんでしょ。じゃあ10と4釣ろうよ、今日。どっちか。どっちでもいいよ。だってまだ生に余裕があるから。多分、ここでライン切りって多分行われてると見られたらおしまいだけど、どっちかで白でしたらどっちかほぼほぼみんな目線黒なんでしょ。だったら10か4に入れてほしいかな。あと3番さんのおかしいとこが、あと昨日11番さん怪しいと思ったんでしょ。じゃあなんで9番さんなら占い位置。11番さん占いだったんじゃない ?3 番さん、その目線なら。っていうのが3番さんの偽要素あなたは思ってます。11番のプレイヤーが発言します。はい。皆さん言ってると思うんですけども、3番さんの芯はもう切っていいと思います。3番さん、芯は切っていいと思います。私の中でね、9番さんは最白だったんだけどね。9番さん占うんだと思った。と思ったけどね。だからもう3番さんの芯は私は切ります。はい。なので、占い結果も信じません。今日なのかローなのかはわからないですけどねってとこですね。でね、2番さんに言いたいのは、1番さんに私がね、8番さん行くって言って1番さんに入れたのは、1番さんが黒い発言をしたからです。じゃなければ変えませんよね。ちょっと待ってください。自分が占い、占いじゃない、釣り先位置を言わない人が黒いって言ったのに、自分は言わなかったから、私は1番さんに変えました。で、2番さん私を釣るってどういうことですか？真の霊能だったらちゃんとしてください。はい。まあ、結果がね、1番さんが白だったからそういう風に言ってるんでしょ？私は1番さんが黒く見えたから1番さんに言っただけです。はい。で、やっぱり8番さんは私ちょっと黒いかなとは思う。3、6番さんは4、5番さんを占えばいいんじゃないですか？私は8番さんに行きたいかな。全プレイヤーの発言が終了しました。私が悪人ですって？もう、怒りますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは10番、10番の遺言を発表してください。はい、どうぞ。ただまだ名は余裕あると思うんで、多分明日もう確定で4、5どっちか占いでいいんじゃないですかね。だって殴りが不当すぎるでしょ。9番さんに関しては多分日本語がちょっと あれな方だと思うんで、まあそれはもうしょうがない。村なのかもし、人狼なのかはわかんない。なんか、言ってること自体が、多分8番さんの言葉の、まあ、理解がただできてなかっただけなのかなっていうふうには思います。まあ、黒なのかもしれないけど。
というわけで、まあ、明日4番さんか5番さん、どっちか見てくださいね。両方占い師さん。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。6、7番のプレイヤーが発言します。8番のプレイヤーが発言します。PP 状態だと思う。3、4、5、9。これで4人狼だった。4人狼だと思う。6が噛まれたから4号の中にいる黒は。10番なんだからもう4黒でいいんでしょ。じゃあ今日3番。ただ強人だったらもうどっちみち4号9が3狼残ってれば PP だ。3行った後に4号ね。ついでに9もね。うん。もうそれでいいじゃない。これでも、どうするかだよな、もう。2番さんで決めてくれ。もう。はぁ、あ。6がなんでかまれだ。どうすりゃいいんだろうな。4、5、9にいそうだけどね。9で白出たら4番さん地が見してくれるんだよね。地釣りしてくれるんだよね。じゃあ4番でいいんじゃない？もうおそらく3、4、5、9で、4、5、9でいるとは思ってる。この中では11の誰がリンクしてんだろう。6？ 強人と間違ったってことこれ。11、13？ もしかして。まあ、あり得るよな。まあ、2番が決めで。もういいや。安定策取るが。宙吊りはないわ。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。10番さんに返しておくと、俺5番訳すかしたから釣りたいって一言も言ってないんだけど、10番さん、日本語大丈夫ですかね？ローマ字しか読めない人ですかね？もう、俺5番は、釣り位置に上げられて、それに対する反応の仕方が人外っぽいっていう理由で私は5番さんを釣り位置に上げたので、10番の叩きは不当だと思った。まあ村でもいらないから別に釣れてよかったかなっていう感じかな。うん、まあ、強靭なんじゃないもんじゃん、白だったと。まあこれ7番さんが落ちてるから、もう3行くしかないのかなって思ってるけど。まあだから6が強靭だったってこと ?3 が真だったって時はね。まあ、7番さんおるんだったら、これ、チャットは許してほしいな。7番さんおるんだったら、返事ぐらいしてほしいかなっていう感じ。それによって進行は変わってくるかなと思っている。今、9人で、マックス4人外だよね。4よね、これ。裏さんの4人外だろ。最悪 PP になるから、8番さんの言ってることが全く分かんなかった、今日に関しては。うん。11番で、11くらい。いつも、はあ、やめとこうか。黒、そうね。11番さん黒は、そうですか。じゃあ11番さんの話聞いてみようかな。11番さんの話聞いて、
31の欄でしょ、今日どっちにしても。最悪 PP 状態だからね。うん、じゃあ31の欄でお願いします。11番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。ってとこでね。やっぱり6番さんが真でしたね。はい。3番さん、初日からね、ずーっとふわふわして、占い先もおかしいし、ね。私昨日4号番さんのどっちか占ってくださいって言ったんだけどね。10番さんも言ってたじゃん。昨日。遺言でさ。うん。なんで私かね、4号おばさん、一番釣り地に上がってんのにさ、どうして私占うかね。うん。で、やっぱそれで案の定黒出しでしょ。はい。3番さん、ローでしょ。うん。ローだと思うけどね。うん、今日ではないんじゃないかな。から、私は今日3番さん釣りしか飲めません。ってとこですね。うん。はい。はい、発言します。いや、俺、11番さん黒は全然あり得ると思ってるんだけどな。まあ、俺、1周目から5時点で11って言ったり。うん。まあ、10投票。俺、1投票して10投票してるから。めちゃくちゃ村としてミスってんだけど。なんだろうな。俺、11番さん臭いなっていうのは、その位置、自分の位置でさ、占い師4号って言ったの、俺、それ結構臭いと思ったんだけどな。10番だったか11番だったか。あと、それに、ね、あと7番さんいるなら、チャット書いてほしいなと思います。今日は俺も3と11の欄かな。今、最悪、4、そうね。強靭で落ちてなければっていうところか。いや、6、7番さんいます？なるほど。いや、俺、6ローはないと思ってるよ。6ローはないと思って。6番さん村の進行的に芯があった状態で地紙をする理由はないからね。6ローはない。心境で。3、6が心境だった場合っていうのは、確かに人狼目線っていうのは6噛むっていうのは納得いくんだよな。6番さん芯あったからね。うん。だから、まあ、俺別にさ、なんか、11番さんってさ、結局3芯切る、3芯切る、さっきから言い切ってんだよ。なんでそれ言い切れるんだろうと思うんだけど。別に3番さん芯俺全然捨ててないんだけどな。うん、なそれを言い切れるっていうのは村感情じゃない気がするんだけど、11番さんっていうのは。どうだろう。ちょ、2番さんの発言聞きます。俺別に11黒全然あり得ると思ってるんだけど。安定なら3なのかな。俺11でもいいと思ってる。2番のプレイヤーが発言します。ごめんね、昨日は、初めのポジだったからあまり言えなかったんだけれども、10番さんは私は白いと思ったから言えなかった。7番さん今日あるでしょ。昨日6人で7入れてんだよね。で、初日私7の色が見たかったから7入れてるんだけれども、7強靭でしょ、ずっと放棄してるんだよね。9番さんさ、6強に見える？私9番さんすっごい黒いよ。で、13番さんにお願いがあるんだけれども、もうこれ以上村人釣られたら終わっちゃうのね。今日3番さん行って。3ロー硬いと思う。ずっと5から始まって誰も占い師出ないで3番さんが出てきました。って感じね。だからまあ3、4もあるんだけれども、今日は3番さん行こうね。9番さんも行けるよね。これだって6番さんが地紙の線を終える。で、6番さんっていうのは13番と、11番さんに白出ししてるんだよね。うん。そこで13番さんさ、11番さん疑わないでほしいなと思っている。正直11番さん沼沼だけれども、私9臭いと思ってる。9のね、10に対する殴りが不当だったなと思っている。昨日さ、初週ファーストポジだったからあんま言えなくて、ちょっと残念だなと思ったけど、これエンドポジだから言わせてほしいんだけれども、今日3行こう。うん、村は3行こう。これもうこれ以上外したら負けちゃうんだよ、もう。7強だからね。7強で見てるよ。発言も薄いし、何も精査、3、6の精査全くつけてないし、じゃ私多分もう殺されると思うから、岸さんもどっかで落ちてるかもしんないし、うん。まあ、とりあえず3行かないと負けちゃうから今日3行こう。6番さんっていうのは圧倒的シーンだったよね。それが地紙が追えない。3。3番のプレイヤーが発言します。はい、ミットもよろしくお願いします。皆さん目線ね、どっちが本物かわからない。むしろ、私の方が見せ目で見えてるんだったらどうぞ私からつってくださいっていうとこかな。直足りるでしょう、全然っていうところ。だって6で陣が落ちてるんだもーんっていうところなんですけどね。
ちょっとね、一番さんにはちょっと暴言吐きたくなるぐらい、ちょっと、まあいいわ。なんで私が11番さんの占い先、占わなきゃいけないんですか？なんで指定されるんですか？全く意味がわからない。私は初日から9と10、9、7、9が怪しくってっていうところであって、ぶつけも初日に言いましたよね。9と11どちら占うか迷いましたって言いましたよね。で、11に黒出したら、私何ですか？狂人ですか？私、6強なんて言いました？謎なんですけど。はぁ、そうですかって感じ。大丈夫だよね、これ。1、2、3、4、5、6、7、8、8、7、二人狼残っても大丈夫だよね。6強か狼か知らんけどさ。勘で落ちてんだから多分強でしょ。私釣りのために6噛んだんでしょ。噛めばいいじゃん。今のとこ生き残ってる中で9番さん白だから。それだけは残しておきます。なんか、何なんだろう。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まあ、今日は3でいいと思うんだけど、これはさ、この展開、まあ、10がね、村っていうか、まあ、白だったっていうのはちょっと申し訳なく思うんだが、展開的にね、でもね、5もね、ちょっと俺の意見乗っかって、意見乗っかってるっていうか、目線が同じだっていうのもちょっと臭く感じんだけど、今日はね、多分4、5が今度は8に行くのはね、懸念して11に黒出してんじゃねえのかなっていう見解なんだよね。3番さん関してはね。いや、あの流れでね、多分4、5どっちか占うと思ってたんだけどね、これ、占いをされない村人ってね、非常に辛いんだよ。マジで。でももうね、3、11ってもうどっちかになっちゃってるんで、8には縄が届かなくなっちゃうのかなって感じなんだけど。はい、3に行きます。5番のプレイヤーが発言します。です。ちょっと人多いから長いな、いろいろと。特にあの4号占い地なってたかな、13がただ誘導してただけでしょ。で、まあ3番さんね、基本占い師諦める人嫌いだから、もう3番投票しようかなと思ってるけど、11番の方が俺嫌いだから、11番投票しようかなと思ってね。11番の話で4号釣り1筆頭なのになんで私占ったって言ってますけど、投票先見ろよ。4番5番どこに釣り1なってんだよ。特に俺なんて釣り1なってないだろ。8番が思考固めてるだけでしょ。で、挙句の果て8は4投票してんだから、どういうことなんだろう。全然意味わかんないんだけどな。で、俺9もちょっとね、今日怪しいと思った。7番を露骨に探って、この人に投票権あるのかなっていう PP ケアをしようとした9番がね、なんかそんな匂いがちょっとしたな、9に関しては。ちょっと9かな。9。で、嫌いだから中1っていうところじゃないですか。そういうところかな。8番何なんだろう。あなたが私に対する思考ロックね、俺は占い師でも霊能者でもないって発言したんだ。この盤面、皆さんそうなってますよね。どう思いますか？いつまでも役すかしたから釣りたいっていう感情8番持ってるけど、これで2番が煽って、対抗出てこなかった。占い師ももう2人できた後で、皆さん占い師ともう霊能じゃないですよね。役保護しますか？じゃあ8番。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。はい、安定だと思ってるんで自動票してます。普通に私自身の占いしね。というところで、9番さんを疑わないでほしいな。占い結果書出てるけど。
まあ、それで狂人だと思うんだったら狂人だと思っていいんだけど、6がまず噛まれてる時点から、6強でしょ。6、3、春どっちか分かんなかったんでしょ、多分。うん、だから占い釣り切りの流れだよね、これ完全に。だから私6強で全然2浪残ってると思うよ。1浪は重視ね。うん、っていうところかな。全然名は余裕あると思うんで、ちょっと村の皆さんに託したいかなと思ってます。はい。ごめんなさい。ちょっとね、ちょっと10番さんとか11番さんとかのね、煽りというか、あれがね、ちょっとね、気になって私もちょっと、ぶしつけな、精算になってしまったな、本当に申し訳ないと思っていますが、この村なら絶対に勝ってくれると思ってます。で、私が新占いなのに釣られてしまったのは申し訳ないと思っているけれども、まあ、いずれね、どこかの場面で噛まれていたと思うので、はい。11黒です。9白です。私が今言えるのはそこまで。で、6番さんは巨人だと思ってます。はい。これでちゃんと村買ってほしいです。よろしくお願いします。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。9番のプレイヤーが発言します。三白。ああ、だけ確定紙だと思うよ、俺は。6が11に白刺しての確定紙の方が強いんじゃないかなと思ってるけど。だから11と、どこの欄になるんか。11と、どっかの欄か。11入れるか入れんかっていう話か。もう7は全く色が落ちてないから、7の発言聞いて。俺8はないかなと思っちゃってるんだよね。占い師じゃないのは分かったっていうの。なんかあれは、村勘定拾っちゃってるから、あっこで。8には今日入れないかなと思っちゃってるかな。11番さんの話聞いて、11番さんが黒いと思ったら、でも言いにくいの。キノコさん入れて。11番さん村だったら頑張ってねっていう感じで。最悪だけ、やっぱ3浪残ってる可能性があるってことでしょ。1,2,3,4,5,6,7,8分の3か。OK。11番さんの話はとても大事だと思ってる。俺確定紙ちょっと追ってるから、結構11番さん入れちゃうか。11番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。だってね、3番さんの芯なんて追えないでしょ ?6 をさ、今日で追ってるのに、まだ、二人狼いますって。じゃあどこで落ちてるんですか人狼ってことですよ。全然もう3番さんの芯なんか追えないじゃないですか。わかりますか？でね、5番さんね、私のこと嫌いだから私に入れますってもう完全な太な長、殴りだよね。うん、そう思うけどね。こんな不当な殴りないと思いますけどね。私5番さんに入れるけどね。うん、もうこれでね、8級ね、私の中ではね、8級もう最白になってっから、うん。で、3番さん白ってことは3番さん強人ね。はい。6番さん死んで。私釣りは絶対飲めません。うん。5番さんね、本当に不当な殴りね、殴るとこないから嫌いだから入れますって、それないです。いやこれ2番さん護衛が入ったってことだよね。騎士生きてるってことじゃん。
まあ俺どちらにしろ3番さん白って出ると思ってたんだけど、11番さんだから3番さんっていうのはだから二人狼残ってて、そのあと一人狼は11番さんだけどねって3番さん言ってたじゃんね。3番さん激おこぷんぷん丸だよ3番さんね。うん、3番さんどうなのかわかんねえけど、でもね、8番さんだけな、9が臭いって言って8番さん2番さんかなっていうのはそれ納得いって、だから3が急に白打ってるから3強なのかなと思ったけど、でもさ、3強で11誤爆してる可能性はあるよね。で、11番さん視点って8、9最初で置くんだったら、3浪4号7で確定するんですけど、11番さん。11番さん視点っていうのはね、6進でしょ？俺白打たれてるからね。4号7で確定しますよ、3浪が。その発言ないんでしょうか、11番さん。って思いましたけど。3が進だったら、11ローの9白12白でしょ ?9 白12白。45782ローか。11番さんさ、村だったらめちゃくちゃ臭い村なんだけど、2番さんどう思う？3強で11誤爆してあるんじゃねえのって思うんですけど、まあ、3、6はどちらにしろ新強だろうな。うん。俺今日9か11かなと思ってる。まあ、発言聞きますけど。2番のプレイヤーが発言します。もうやだ、村しか釣れてない。じゃって11、3って村人なもん。村人ってか白しか出てないから3番さん、教授もあり得るんだけれども。どうしよう。ほんと、11番さんっていうのは、3番さん、の芯を切ってるって初週から言ってって6芯で追ってるのに、でも9は、3番さんから9っていうのは白もらってるんだよね。それで9が白いって言ってたんだよね。そこ矛盾してないのかなとは思ってたのと、初週8番さんに来るのに1番さんに行った投票変化もすごく気になった。正直11がもう、11番先の子さん黒くてわかんないよ。でもなんかちょっと岸さんが残ってるっていうのがだいぶ心強かったのかな。いやごめん、3番差落としたらダメだったのかな。もう6番差死んでるから3番差落とさないとって持っちゃったんだよね。で7強に見えちゃったんだよね。この後7番差の話にもよるんだけれども、で5番差っていうのもさ、嫌いな順番に追ってってるじゃん。もうどうなんだろう。私は正直3強の誤爆もあるよ。11黒出しちゃったっていうのもね。どうしましょう。3番さん落ちてるってことはもう11番さん落とさないといけないんだよね。3白出てるってことは死んで追って11も落とさないといけないんだけれども、正直縄足りなくな、1、2、3、4、5、6、7。とりあえず私、ごめん、今日11番さん行く初週からやっぱり気になってた。4番のプレイヤーが発言します。はい。そう、俺昨日言った見解ね、の通りになってきてんのかなって感じで。俺ね、7番さんね、色も全然わかんない。全然わかんない。だからもう全然触れもしなかった。悪いけど。ほんで、まあ、精査的にはね、13番さんは、昨日までね、全然色わかんなかったんだけどね、今の話聞いてね、ああ、ちょっと村目なのかなと思って。もうこれ精査間違えてたらもう終わりなんだけど。まあ結局11位行くんだけど、5番さん、これね、まだ騎士残ってるってこと、5番さんってどっちなんだろうって思い出したんだよね。うん。発言的に、ローでも騎士でも、これ透かしちゃったらマジいかなって感じなんだけど、もうね、この辺はあからかず様にしていかないとね、いけないのかなと思ってるんだけど、はい、11いきます。5番のプレイヤーが発言します。気になりますか、4番さん。私が騎士かどうか、なんか悩んでますね。まあいいけど。11番にまず言っときますけど、不当な殴りだって言ってますけど、自覚してますよ。私、不当な殴りしてますから。うん、11番嫌いだったからね。君たちが初日、役を透かしたっていうだけで、不当な殴り私入れられてるんでね。この憎しみはね、もう早々帰れないというところですか。いいんじゃないですか、別に。私に投票権があるんだから。うん、それが平等っていうところでしょ。
まあそういうところもまあ加味したけどね、俺多分ね、7、9、13、3、ここが人狼陣営の位置かなと思ってる。もう7番明らかにもう発言してないし投票すらしてないし、7番の人外味がちょっとあるっていうのも、他の4番と8番とかの発言を聞いた上でね。で9番は昨日から露骨に PP ケアしてたっていうところで、13番がね、今日何気になんか9番釣りをしてる理由が分かんないんだけど、11時点で9っていうところ、これを身内切りしたのかなと思いましたけど、13番昨日の発言、あなた11投票するって言ってなかったですか。2番さんの発言で投票変えるんですか。白だと思ってたっていう発言もかなりきな臭いですけどね。13番、もう俺多分ね、もうロックしてるよ。13、9、7で、3番強靭っていうところかな。俺は多分ほぼほぼそうだと思う、っていう観点で俺今日7行こうかなと思ってるけど、でね、投票見ろよ。6番が昨日11白打ってて、綺麗に3番が11に黒打ってんだよ。ああ、7番のプレイヤーが発言します。はい、すいません、ちょっとね、本当に僕から質問しても構いません。僕多分いても邪魔だと思うんで、はい、仕事でバタバタしてて、で社長から電話あって、電話出れん、発言できんくて、すいませんね。で今日は11でいいんじゃないかなと思う。僕昨日11入れたからね。うん、6番がどうかあれ知らないけど、うん、みんなどう見てるのか分かんないし、5番っていうのもね、嫌いだから釣るとか、訳すかしたのを叩かれたからどうのこうのじゃなくて、ちゃんと発言で出させてほしいなっていう感じですね。で、7、9、11、13でロックしてるっていうのが、俺はただその発言してなくて投票もしない、やっぱり投票するよ、ちゃんと。色見えないっていうのがあるけど、投票してないし発言もしてないから人外なのかなっていうのが、すごくね、意味がわからない。しょうがねえ、ゲーム力か仕事の方が大事だからね。うん。俺は仕事するさよ、って感じ。うん。まあいいや、とりあえず今日は11行ってね。うん。まあ残りどこなのかっていうのをね、ちょっと探していきたいかなって思います。これで僕の色落としたでしょうか、5番さん。8番のプレイヤーが発言します。もういいんじゃないの。11番が俺をひたすら狙い続けたんだから。それでいいんじゃない。いいで。それでいいんじゃない。3番がシャット打ってまで死んだって言うんだったら、あれで死んじゃなかったら、撤去するが、11でいいわ。全プレイヤーの発言が終了しました。これ、私が悪人ですって？もう、怒りますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、11番の遺言を発表してください。はい、遺言を発表してください。はい、私、須村ですってとこですね。はい。で、3番さんにせ、ハークですね。はい。ってとこでね、5番さんに言いたいけどね、私、あなたが約束化してたから、あなたを釣り押してませんからね。うん。私ね、最初の週なんて8番さんに入れてるし、8番さん押してるからね、私。まあ1番さんに入れたんだけど、臭いから。私は8番さん押してましたよ、あなたのことなんか何にも考えてますよ。どうかって、私あなたのこと通してません。4番じゃね。9番じゃね。それで嫌いだとか言って私のこと釣るのやめてください。はい。もうね、その不当なね、はい。殴りでもう5番さん黒です。確定です。うん、思うよ。だってさ、私3番さんのことずっとさ、偽だって言ったけどさ、芯追えないでしょ。夜が更けました。人狼に気をつけてください。いや、もう PP だからいいんだよ。それは俺だから、PP だからいいんだよ。PP じゃなかったら3番が死んで9だけはあるんだよ。9だけは。
9だけは白くなって4番が連なってくるね。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。心は折れた。2番4番まだだのプレイヤーが発言します。 EP じゃない、つまり確定した。はい、まあ今んとこ人外が落ちてる可能性はまあ36のどっちかとまあ11だよね。あとはみんな白だもんね、判定が出てる占いもね。で全くもってわかんないのがね、俺含めて4578でしょ。で9がね俺に投票してきてんだよね。9ってなんか俺なんか言ってた？ちょっと話聞けてないんだけどさ。あーこれ難しくなっちゃったね。どうしよっかな。ならもう相変わらずわかんねえしな。ひろちゃんもちょっとね、8もね、諦めムードになってきちゃってるんでね。俺9にしようかな。はい。5番のプレイヤーが発言します。です。ちょっと新人の11番さんにちょっと話しておきますけど、知ってますよ、11番さん。私押してないってことは初日。私ちょっとね、皆さんに対して言っただけだよ。それに対してやってるだけだから。で11番確かに私4号釣り1筆頭っていう話をして投票されてなかったんだよ俺っていうところですよ。それを言いたいんだよ。11番理解してんのかな俺の思考っていうところ。いやちょっとねプチパニック、プチパニックですよ。11号は6で人狼が落ちてんだよ、うん、続いてるから皆さんちゃんと目線終えてますかちゃんと、11で三振か。じゃあいや6が11に白打って綺麗に3が11に黒打ってるから強人がうまいことこいつ、審議見せたなと思って11したと思ったんだけど、そう考えるとこれ三振しかないんじゃないの。6が自爆して死んだ人狼かもしくは11で落ちたっていうところ。わ目線がすっきりしてきたぞ。3の白どこだ。3の白9と13か、9と13か。お、78で終わりだ。78ジンジンか。78だな。12。9と12。あ、俺は違う。78、13か。お、これ三振だわ。三振だね。78、13ってところ？いやちょっとわかんねえな。ちょっとどうしよう。7813。ああちょっと決めれない。7813。7番のプレイヤーが発言します。はい。でね、結局5番は何を言いたかったかな。5番俺に言った理由も言ってないじゃん。5番に聞く、僕の黒要素はどこですか。ちゃんと言ってください。俺めちゃくちゃハクモリなんだけど4番っていうのは何なの。4番入れてなかったけど5番が7878で終わりだって言ってたけど、乾くもりで分かんないんだけど、5番でいいんじゃない。俺はもうブーメラン返し大好きだからブーメラン返しします、はい、今日5番から行こうかなって感じ。5番で終わると終わるのかな。もう1人がいるのかな。俺11黒だと思ったから11入れたんだけどね。2日目からずっと、3日目かだから、黒がどうかは知らないし、多分黒だと思うよ、11番っていうのは。俺、初日から11番のこと釣り押そうと思ってたけどね。でも投票できなかったからね。そこはね、本当に申し訳ないんだけど。4番っていうのは何なのかなって感じ。5番目線。いいや、5番入れるわ。8番のプレイヤーが発言します。9はもう隠しろ、3が真です。で、7と8は2日連続11番に入れてます。2日連続入れてます。7、8には入れちゃダメだと思います。13、4、5、あなたたちが容疑者です。はい。ライン切りもできますからね。5番さんみたいにもう1周回って無駄なんで7番に入れてるかもしれない。13はもう安全圏にいないよ。10釣ってる人たちはもう死にはないよ。13、4、5。9番だけ。そして、おそらく2日連続入れてる7、8は村。俺は村だけど7もおそらく村。話聞いてねえけど、なんか11に入れたんだろう。女将とは思えない。女将のライン切り。
13、4、5。これ2ロイル。うん。4番は何 ?9 隠しろに決まってんだろ、もうこの番弁で3人押してない時点で。5番もどうなんだろうね。もう9番に票合わせた方がいいと思うでな、8、もう7番かけて。俺はもう7番村置きするわ。君たちは13、4、5が容疑者だから。うん。最重要容疑者。うん、俺たちは7と8は2日連続行ったよ。3の死にかけたよ。あそこまでチャット打ってまで。うん。3番の気持ちだけで考えた。もう、すげえ難しかったけど。でもまあ、負けるかもしんねえけど、13、4、5で2ロイル。9番のために時間稼ぎするわ。どうすればいい ?13、4、5の中にいる。この中にいる。絶対にそうだよな。10番に行った人間なんかに、9番は感情で行った。それは分かった、100ポイントって。13、4、5に正義はない。一人だけミスしてる村人がいる。9番に託す。9番のプレイヤーが発言します。いや、俺託されても困るんだよ。4番さんね、もう忘れたと、長すぎて忘れたんだけど、昨日マジでと思うことあったけど、忘れたわ。4番さん、忘れた。マジで。もう長すぎて忘れた。いやー、ちょ絶対釣られんと思ったけど、噛んで欲しかったの、めんどくせえの。長えわ、これ。長い。何やったかな、忘れた。13番さん、村なら頑張って。うん。何やったかな、忘れたわ、マジで。5番の印象が強すぎて忘れた。あー。6の地紙を追うか11で釣れたかしか考えるところないんだよ。6が地紙する？さっきから俺も。いやー忘れた。忘れたけど、なんか読んだなって思った。ごめん、ほんまに忘れた。いや、忘れたんだよ。待っても忘れたんだよ。何やったかな ?4 番さん、それないんじゃないってなんか思ったよね。なんとか、なんか、8をなんちゃらこうちゃらって言ったとこまで思い出したんだけど、メモ取ってないから忘れた。まあ、みんな思うとこ入れてください。一応、13の話は聞こうかな。13が6ローだった時、最容疑者になるから、うん。13番外れたかったら頑張ってだけ言っとこうかな。忘れたな。何やったかななんか言ったよね、4番さん。じゃけわざわざ投票したんだけど、忘れちゃった。マジで。ごめん。いや、ちょっと待って。6ローで追うのは、9番さん、ちょっと、それはもう無理なんじゃないかな。6地紙してるってことなんだよ。今日は進行として6。白だよ、白。つまり11は黒だよ。3強陣で6進で置いてる。そもそも6黒だったら進行で6が、ここでローで地紙をするメリットないよ、9番さん。それは正直勘弁してほしい。俺、ほぼほぼ6強の3進で9隠し白で11黒で落ちてると、これほぼ確定でいいと思ってんだけど。11番さんっていうのは結局途中から3偽ってずっと言ってんだよ。それって6が11に白打ったタイミングなんじゃないの ?6 最初13白って、その次11白って言ってんでしょ。そのタイミングで3偽ってずっと言ってんじゃないの ?11 番さんっていうのは。で、11と5ってバチバチやり合ってんだよ。うん。11、5バチバチやり合ってて、それ、あの俺発言からして、ライン切りしてる発言には見えないな、5と11の発言からして。だから俺5も白で置いてる。7、8、4に2ローだと思ってるけど、俺今日は7から行くわ。うん。7番さんだって5を釣り寄せてんでしょ?いや、俺11ロー、ほぼほぼロー硬い状況で5を釣り寄せて、7番さんの視点はさっぱりわけわからんわ。俺は7でいいと思ってるな。8番さんは7を白置きしたからどうなんだろうと思った。4番さんの発言に気になったのは、さっきの1個前の発言で、なんか、なんちゃら、4番と13番か。後半4番と13番か。述べた後に最後にポロッと11番。4番が5番いった方がいいと思うだよ、これ。特に理由もなくて、ポロッと言ったんだよ。なぜなの俺、それをどう捉えるかってことを考えてた。ライン切りがこんな盤面で。うん、だから今日は俺7でいいと思ってるな。全プレイヤーの発言。私が悪人ですって。やばいぞ、7番行かれたらやばいぞ、これ。2番は、9番7だけは行くな。多分カーフリーズで考えて7は違う気がする。13がジャーク、4番をかばってるとしか思えねえ。5番の村にかけるという作戦。と筋の光。終わったよ。決まったよ、これ。7番。
番と13番のプレイヤーが発言します。はい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 、5番が俺に入れた理由は知ってる。俺が5番行くって言ったからね。じゃあ13番ね。うん、6強の3が真で11が黒っていうならどこが黒残り。うん、9はいいよ。ちゃんとさ、どこが黒い、その理由を言って、その理由を言ってないじゃん、13番。で、7位食って。俺のどこが黒かったですか？言ってください、言ってください。今すぐ言ってください。僕の黒要素を言ってください。お願いします。5番、5番もね、5番はいいや。5番はいいや、別に。うん。もう俺と、4番だっけ？投票、投票できないから。でも俺が釣られるんだろうけどね。5番と13番、投票できるし、俺に絶対入れると思うから。うん。じゃあ逆に俺がローだった場合、なんで俺が11をさ、11を初日からずっとさ、押してるの、うん、いや、いいんだ、投票だ、8番。9番、投票だ。投票すればわずかな可能性が。こういう考えてください。5番役がよ、どっちだよ。5番役か ?13 か5番どっち ?5 番役でいいのか ?9 が出たのか。はい。うん、投票だ。はい。ちょっと待ってください。ああ、すいません、すいません。ちょっと接客対応してて申し訳ない。俺ね、投票先間違えた。7に入れるつもりがね、8になっちゃった。でね、あ、そっか、俺、怪しまれてんのね。どうしよっかな。ね。違う。ちょっとね、あ、俺そう、三振じゃねえや。9はね、あれだっつうか、俺ね、13のことね、マジで忘れてたわ。13言いたこと。申し訳ない。投票ということでね。それしかもうチャンスは、はい。7にお願いします。ただもう無理だ。7位がれる。もう無理だ。誰か多分一人勘違いしてる。もう13、4、5がいるってことだから。しかもう勝ち目はない。13、4、5が7をしてる時点でこれしかもう勝ち目はなかった。俺には誰か。夜が更けました。人狼に気をつけてください。9番を守れるなら守ってくれ。最後に騎士が、そして出てきてくれ。もう13なのか5なのか4なのか、まあ方法9なんだろう。夜が明けました。光がのプレイヤーが発言します。一筋の光が、じゃよろしくお願いします。お疲れ様でした。でもなぜ9構えない、なんで9が構えない。はい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 、ちょっとごめん。ねどうしようかな。13が、まあ、3番さんが、死んだった場合っていうのはね、まあ9。待って。あ、13が噛まれてんのか。11が村で、9が狼の場合。俺目線、9が狼の場合ってさ、もうそもそも3死んじゃん。9が狼の場合だね。俺8番さんの発言でね、すげえ気になってるのが、ねえ、7、8って、7ってさ、全然色が見えてないのにさ、そもそもなんで8番さんは7のことは用語できるのかな。それが不思議なんだよね。5番さんが俺のことを擁護するのっていうのは目線が一緒っていうのは話してたよね。じゃあ8番さん目線っていうのは7はどこが同じ目線なのかな。それがすげえ引っかかんだよなぁ。で、ちょっと待って、投票が8、9。ああ、やっぱそうなるよね。お、13。13も俺か。難しいね、これ。どうしようかな、俺、78。78、どうなんだろうな。ああ、これわかんねえ、マジで。
はい。まあ、7いきます。5番のプレイヤーが発言します。いやね、長いね。ちょっと疲れてきたな、本当に。いやー、8はないと思うんだけどな。昨日の発言でより視界がクリアになったと思うんだけど。俺もいきなり次の日が続いたことでね、目線を追うのにちょっと一生懸命だったけど、8番はあの時点で13-4-5っていう風に見える目線っていうのも良かったんじゃないかなと思ったけど、7、8が連投してるっていうところ。まあでもそれでも7番のは臭いよ、どう考えても。いや、まあ4、7ロラすりゃ勝てるのかな。4番も発言落ちたな、序盤から比べて。後半なんかもう全然、なんか接客してるだなんだ、言ってたけど。いや、7、4のロラでいいんじゃないですか。俺7行くけど。7番の序盤からの発言でどうももう全然村には見えないっていうところだよ。8番をどう考えるかだけど。いや、7、4のロラでいいな。もうそれしかない。わかんない。うん。とにかく7行くよ、俺は。今日の紙から考えても7の方が濃度高いんじゃないですか。うん。7行こうかな。4番も1匹だし、多分。13死んでるしっていうところで。7行こうよ、7。他に考えられることがあるか。8、9というよりも、9がどう、4番に対する意見、7番に対する意見、ちょっと言ってもらってもいいのかもしれないけど。俺は7行こうと思ってるよ。うん。7の方がラインがあるっていうところじゃないですか。7。7番のプレイヤーが発言します。だからさ、言ってるじゃん、何回も何回も。理由をつけて言えって。序盤がどこが黒かったの？俺も言ってないじゃん、明確に。明確に言って。そうじゃないと、考察っていうことじゃないからね。うん。で、13、俺が、13は俺のことを疑ったか、俺がローラと俺がタンだと。そんなさ、簡単なことすると思う？人狼の人が。ね、よく考えてくれ。うん。俺は今日ツイッチ言わないけどね。絶対に言わない。ツイッチは絶対言いません。別に誰かに合わせるとかでも絶対言いません。もう決めてるんで、俺は。うん。決めてるんで、言いませんけど。うん。俺のこと黒いっていう理由を言ってくれないのに、七押しっていうのがよくわかりません。俺からしたら。うん。理由を言って。5番さん、4番さん。理由を言って。理由言ってくれないと困るんだけど、逆に俺が色を幼すぎて黒いくなったの。うん。どういうこと？どこの発言が黒くなったのって感じ。5番さん。ねえ、5番さん教えてよ。言ってよ、5番さん。言ってよ、5番さん。なんで言わないの？うん。ねえ、不当な殴りって言葉知ってるかな？自分がされたからって人にしていいわけじゃないんだよ。そこを考えてから、このゲームしてね、もう300回もゲームしてるんだから、300回、何回すればわかるのかなって感じ。不当な殴りはダメですよって。うん。8番のプレイヤーが発言します。うん。9番とために時間合わせるわ。時間かけるわ。7番は何のためにだったら11人なんだろうね。発言もほぼ聞いてないで単純に3と11比較して、3番さんの方が可愛いと思ったから11人いるだろう。こんなわけないと思うんだけど、普通に考えりゃ。この紙見て俺残されたら、7の偽も追わなきゃいけないの？シンプルでいいんじゃね？3と11で好きな女性に嫌いな方に入れるとか？そんなわけないだろ？怪しいと思ったから入れたんじゃない？特に何にも場面を置いてなければなるほど。これ何だったんだろう？ 6、黒で地紙して11の新芽を上げようとしたのかな？いやー何だろう？ 4、5だったら5の方が謎の村感が出てきたんだけど。うん。だからといって、うん。まあ、俺は4がな、怪しいっていうか、盤面追えなかったんだよな、5番と違って。前の日。9の白。まあ、ほぼほぼ16か11。まあ、ほぼほぼ6狼だったら、そもそも3死になって、11だから、ほぼほぼ11が狼なんだけど。それを追えてないっていうところが、5番は逆の狼だから追えたのかな。13はなんで噛まれたんだろう。いろいろね、頭めぐってね、めまいしてるわ。あ、なんで13噛んでんのって話で。高度な紙に見せようとしてやってんの？うん、俺はまあ4か5に行くしかないよ。普通に考えて。4、5と7って分かれてるから、もう知らんよ、5、7がライン切ってて2、6置いたら。もう俺はもう知らんわ。
けど基本9番に合わす。それでいいと思う。もう9番の運にかける。以上。9番のプレイヤーが発言します。いやーめんどくせえな、マジで。え、5番さん、47ローラーで終わるってことは47ローローで思っとるってこと？いや、これどこを芯に置くかっていう世界だと思うんだけど。だから13は6芯の世界線でずっと喋ってたんでしょ？もう13神ありがたいんだけど、いやもう覚えてないんだよ。俺もう4番さんの何日目あれ4日目ぐらいに4番さんに大岡今くっつけちゃったからな。俺なんだったかな、それ思い出したら結構進むんだけど、4番さんに大岡今くっつけちゃってるんだよ俺。なんか2年投票後のあのバトル11との三黒出たら早かったんだけどね。三黒出たら早かったんだけど、三白だからやねこいよね。で、やっぱ六の地紙を追えないよね。まあ、追ってもそもそも、十一黒になるけど。いや、俺どっちが進化すら分かってないからね。地紙のイコール十一は黒。いや、もう俺に任すのやめて。俺はもう四番さんに大海マークつけちゃったから。うん。俺もそれで。長すぎて覚えてないけど、四番さんに大海マークをつけたんで、僕は四番さんに行くけど。シンプルに四五と七。四番行ったところで、終わらなかったら5が7だよ。もうどっちかだよ。4番さんしかこの今いるメンツで大岡マークつけてないんだよね、俺。かな？俺は4番さんに大岡マークをつけました。全プレイヤーの発言が終了しました。え？私が悪人ですって？5番が俺を村を置きされる。広島の村を置きされると弱いっていう情報が入ってるのかな？わからんのだよ。もう57これやり合ってたらもう無理だろう。いいだろう。もう、それで。ね、2年投票もするわ。あんなやり合ってるわ。一筋の光。7はもうねえだろ、これ。7はもうない。投票になる。合わせてくれ。合わせてくれ、もう。またか。おぉ。またかい。だよ、お前言って。俺の黒要素。どこが黒いか言ってくれ。俺に入れるじゃん。5番はさ、いくら言っても、いくら聞いても言ってくれないから。俺のクロス見つかってないんでしょ。4つでくれ。4番俺に言ってくれ、クロス。わかんねえ、もうこれ一緒だって無駄だろ。うん、もう4、5、6らでいい。それで、もうそれにかけるわ。今日じゃあみんな俺入れてくれ。ダメだ、入れらんない。って感じ。入れらんない、うん、負けるんだよ。もういいや。ああ、疲れた。4番のプレイヤーが発言します。だからよ、マジで投票合わせてくんねえ。君村だ。はい。ね、7番さんの黒要素としては、やっぱ、これ長いね、もう6日目か。1日目、2日目、3日目の途中ぐらいまでかな。やっぱ発言も投票もなかったっていうところね。だから俺はそれまでは、ずっと8と10って言い続けてたんだけどね。まあ10は白だった。ほんで、3と11の関係があってね、8にはいけなくなったねっていうのを発言残している。で、13番さんが噛まれてるけど、俺が人狼だった場合、13を噛むメリットってないんだよ。なぜなら、13っていうのは7に投票してんでしょ？とりあえず4枚。そのまま生かしておいた方が圧倒的に使えるわけだ。わかるかな、皆さん。ちょっとね、今もうお客さんいなくなったんだよね。バッチリ発言するんだけど、いや、ほんと申し訳ない。なんかぐじぐじしててね。まあ、さっき5番さんに言われた通りなんだけど。はい。まあ、7番さんの黒要素どうかな？はい。そんな感じでお願いします。全プレイヤーの私が悪人ですって？もう、怒りますよ！投票が終了しました。追放されるプレイヤーは4番、4番の遺言を発表してください。はい。まあね、どうなんだろうね。俺もね、占い師がね、どっちかどっちか未だに分かってない。マジで。で、9番様で俺にオオカムマークつけたで、それしか言ってないけど、理由がないよね。だからそんな大したね、発言してないんだよ、俺っていうのは、はっきり言って。ああ。
でもね、だから8なんだよね、やっぱ。だって投票見りゃわかんじゃん。だって乗っかりじゃん。4日目ぐらいから。全部9番さんに、全部9番さんに、全部9番さんにって。そこ気づかなかったかな、9番さん。ってことでね。これそっか、強靭。どっちか、58が強靭か。まあ、どっちかもらなんだろうけどね。お願いします。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。5番のプレイヤーが発言します。データは、自投票しますね、とりあえず。一応強靭アピールしとこうか。いや、まあ、6、3どっちが人狼の、ご主人か分かんなかったんだけど、まあ、3が真確定した時点で6と11がもうお仲間だっていうのは見えてたんだよ。二人狼ね、6と11、二人狼、その盤面で、7、8が、8番の発言ちょっとドキッとして7釣り寄せねえなと思ったんで、7、8が露骨に11番連投してるから、よかったご主人そこにいて、俺13か4だと思ってたんだよな。4番頑張ってかばったんだけど、よかった、4番投票しとけよかったのか。どっちなの ?7、8。いや、7と8は村だと思い込んでたんだけど、危ないところだ、ほんと。7番の発言結構白かったよ。だって4番もう発言しきれてなかったじゃない。7番を強引に黒塗り理由言ってたんだし。まあ、自投票するんだけど。いや、よかった。4がさ、あの時投票8に間違えたって、ちゃんと7投票しとけや、って。7投票しときゃもう俺が強靭使用して綺麗にできてた盤面だったのに。あなたが投票間違えたおかげであなた死ぬじゃないって思ってたんだけど、8級の思考力どうやって変えようかなと思ったんだけど、まあよかったよかった。まあ勝ちましたね。7、8どっちなんだろう。7だったの？やる気のない7だったの？ 8 は違うと思うんだよな。自投票するよ。永遠とご主人に投票しようとしてしまってた。とりあえず5番、私死にます。7番のプレイヤーが発言します。どっちだの ?58 って強靭でしょ。どっちが俺、ゴーじゃないからね。俺、スムラだから。別に、やる気がなかったわけじゃない。やる気めちゃくちゃあったけど、ことがあってしょうがなかった。言っとるやんけ。5番。また5番言ってないじゃん、俺の黒いさ。どっちでしょうか。まあ、強靭なら、自動業するでしょ。別に俺ローじゃないからね。俺どっちか怪しい子入れるからね、絶対に。絶対どっちか怪しい子入れるからね。発言聞いて、8番の聞いて決めます。俺はローじゃないからね、最後に言っとくけど。村。どっちかは絶対、強靭に、ん？どっちかは絶対どっちかに入れるから。嘘ついてるやつはな。それで決めるわ。以上。8番のプレイヤーが発言します。結局一周目の序盤だったんだよ。役つかそうとした人間が狼なんだよ。11、4、5、7の投票は2連投票でもう俺は村でいいよ。その後にひたすら5人入れた。8、9が4行くって言ってんだから4行けば4釣れたんだよ、簡単に。もういいよ。5番さんもういいよ、それで。強靭なんでしょ？だったら5番に入れるから。俺狼だと思ってるけど。あなた7番にずっとひたすら入れ続けたんだろ？印象もなく。6が今日でしょ。6の地紙追うの俺。驚きを隠しきれないんだけど。51でライン切りしてたんじゃないの？もういいよ、7だったら。もうしょうがねえ、これもう。どっちみち、5番が本当に強靭だったら負けだから。村目線負けなんで、俺狼だと思ってるよ、5番。4号ラインがなんで7番押してんの？教えてくれ。あんな2連投票、盤面も把握してない人が。なに、3番と11番で3番さんの方が可愛いと思ったから？11番さんに入れたの？もう意味わかんねえんだよ、もうそれだったら。もうそうとしか思えないぐらいの。ただ単に、
11は怪しいと思ったから入れたとしか思えねえんだけど。7の投票なんだよ、あの5投票。4番入れれば釣れたじゃん、簡単に。生き残れたじゃん。まあ、7狼だったらもういいでしょ、村。俺は5番狼だと思って入れるよ。だって、5番さ、教授になったらもうただ自主投票すればいいじゃん。うん。だって、普通に考えて6教授でしょ？うん。で、4号でしょ？ 7 番を釣りをした。まあいいよ、もう本当に教授になったらもうどっちみち7と、7狼5教授だったら負けだから俺は5番入れるよ。うん。もう、教授になりすました、狼。全プレイヤーの発言。その疑いには、どんな根拠があるのかな？おい！7がよ！投票が終了しました。7かよ！強人かよ！追放されるプレイヤーは、負けかよ。人狼陣営の勝利です。負けかよ、ちょっと。